皆さんこんばんこばは、27レーイダーです、えー、今日なんですが、えー、ちょっと正面にあるねすいません本当に申し訳ないんですが汚い靴なんですが <laughs> このね兵動、えー、さんのライドスニーカーというねこの靴になりますすいませんあの汚くて申し訳ないんですがこれがねあの本当にいい靴でですね、えー、実はもうねバイクに乗るため以外にもねもうヘビロテしてほぼ毎日のように履いているんですが5年履いています。 でもうこの靴に関しては、えー、もう廃盤になってまして、えー、今ハイカットのものがあの出てたんですがそれもですねついにもうあのサイズによってもほぼ絶版でですねもう売り切れてる状態これねまた再販してもらいたいなとね自分は熱望しているんですが他の靴がねちょっと履けないぐらいあのすごく感覚が良くてですね 皆さんに紹介したいいと思います。この、ね、靴に関してはあの、まあ、天然のゴムを使っていてカウ、まあ、レーザーあのとても柔らかい、ねえー、ものになってます。で、まあ、あのバイクに乗る時の靴というのは皆さんにもお伺いしたいんですが人それぞれだと思うんですよね。靴底が厚くてかかとのあるものをチョイスしたい人もい,いらっしゃると思うんですよね。バイクのステップに引っかかる。自分に関しては何を求めるかというと、いう安全面よりもあの 素足に近い感覚でブレーキのタッチであったりとか、えー、ペダルのね感覚をカチッというのをねすごくあの感じたいんですよね。 であの以前一度ですね靴底の厚いかかとのあるものを履いたんですがかかとの位置が自分のこのブレーキのペダルの位置とあのとてもうぴったり合うっていうのはなかなかないと思うんですよねですごく違和感があってそして厚あの靴底が厚いとこのブレーキの感覚がすごくタッチが難しくてですねあのうまく乗れなかったんですよねでまあそれからあのたまたまこの靴に出会えまして。 本当にただのスニーカーなんですよね。そしてこのね、えー、もう本当に真っ黒を履き潰してるのでね、汚くてすいません。このね、チェンジペダルのところに、えー、こう当たりがあるような状態。まあ、こういったものでですね。 もう本当にこの、えー、履き込むと、ね、本当に素足のようであの車の、ねえー、マニュアル車に乗る時とかっていうのはやはり素足のような、ね、あの感覚で乗りたいあの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが自分も、ね、以前車の、ね、マニュアルなんか乗ってたんですがそういった時に、ね、あの靴底の厚いものを履いてるとあのすごくあのクラッチの感覚が難しかったりもしたんですがあのこの、ね、靴に関してはねその そういった部分すごくね、えー、タッチがすごく分かりやすくてまあまさにあの夏のね、えーえー、薄手のグローブをしている時とウインターグローブをしている時の差ってすごくあると思うんですよね。自分はあのウインターグローブはあの硬くてですねクラッチ操作がしづらかったりあのもう冬のねグローブをしてバイクに乗るのは大嫌いなんですね。できれば本当にあの薄いグローブで普段乗りたいなと思うんですが。皆さんはね、えー、どういったあの 靴に対して、ね、ライディングシューズに対してどういったことをね、えー、望んで、えー、選んでいるのかなというねちょっと自分はね知りたいなと思って今回動画にしてみましたまあいろんな種類があるんですが、まあ、こちらのね、えー、まああのブーツに関してはあのサーキット用でね自分がつなぎを着るときに、えー、着ているアルパインスターズさんのね、えー、靴になりますまあこういったものに関してはねやはり安全面を重視しているので あの転倒した時とかをね守ってくれる部分に関してはやはり固くあく丈夫に作られているそしてねこちらのね、えー、これはタ谷さんのねモカシンブーツというものになるんですが、まあ、こちらに関してはね、えー、ちょっとこう、えー、カフェにね、えー、行く時に、えー、履いていくような、えー、本当にね、えー、シンプルなねブーツになりますただこのねブーツちょっと弱点がありまして持ってる方いらっしゃるかと思うんですが えー、このチェンジペダルのところがね全く、えー、バイクに乗るブーツにしてはですねあの考えられてなくて、えー、ここにね別別体式の、えー、革のものをここに、えー、バンドではめるような仕組みになってます。で結局それをつけるとすごく不格好でこの下にねバンドゴムひもがあの下をくぐるような状態、えー、実際そんなものをねつけてうろうろしているとこれが。 あのずれてきたりとかかででですすねねなんかかっこ悪いですよ、ね、でまあ自分もそうなんですがもう外して、えー、もう痛むのを前提でねもうここすり減ってるんですがそういった感じで使っていますまあバイクメーカーさんがね作るものでチェンジペダルのね部分にあのこう1枚ね貼り物を貼っていないというのはねちょっと、えー、串谷さんにしてはねちょっとあんまりいまいちだなとあの今自分では非常に思っているんですが。 えー、そうですね一応こちらの方はね、えー、まあオフロード用のね 友人にね、えー、あの借りてバイクを借りてあの河川敷なんとね、えー、走る時に、えー、履いたりしてるんですがあの自分は本当に不慣れで,ですねこのブーツを履いてモトクロス、えー、バイクに乗ると本当にあのギアのねシフトミスであったりとかうまくギアのね、えー、アップとダウンができなくてですね本当にあのレースこういったブーツで、えー、オフロードのレースをね、えー、戦われてる方というのは非常にねあのすごい。 あのよくこの硬いブーツで、えー、絶妙なねタッチができるなとすごく感心するんですがやっぱりですねこういったあのいろんな部分でね硬、えー、いものまあそれでもねこちらの方はやっぱ安全性をね考えてたり飛び石に対してとかねそういったものも考えてるので、えーまあ、プロテクターがねされているようなプロテクションされているようなものまあ僕の場合はね普段あの 友人と、ね、近場のカフェに行くことがすごく多いのでその程度の、ねえー、バイクに乗る時間があの多いのでやはりこういった、ね、シューズのようなものそしてね、えー、絶妙な、ね、この細かい操作が、ね、しやすいこういった、ね、靴底の薄いものっていうのがすごく重宝しています。 まあ今ねこの靴に代わる靴を探しているんですけどもなかなかね、えー、ちょっとそういったあのどこのメーカーさんも非常にあの靴底が厚かったりかかとがね、えー、強調して儲けてたりするものが多いので、えー、今ね現状この次のものはね、えー、なくて悩んでる状態なんですね。えー、本当にね今回ねあの皆さんにあのアンケートもあのこれあの出しているんですがどういった、ね、靴を皆さん履かれてるのか。 そしてね、えー、どういったことを求めてるのか、えー、そういったものをねちょっとお聞かせねしていただけるとすごく嬉しいです。まあ、ともかくねこの靴5年履いてですねまだあのもうあのこんなかかとなんかもボロボロになってしまってるんですがまだね、えー、さすがですねこのバルカナイズ製法といってその 用を入れたあの釜の中で熱とね圧力をかけて、えー、このすあのゴムのね底の部分とアッパー部分をね結合させて、えー、そして作る製法でやってますなんでねこんな5年経って普通こういったね、えー、ソールがねこう剥がれてくるってよくあると思うんですよね、うん、この靴に関しては全くねビクともしてなくてあのもうすり減っちゃってですねこんなかかとの部分がもう もう本当に小じきみたいな靴になってるんですが、まあ、それでもね剥がれてこないまあ、あの非常にね手間のかかる製法らしくてですね日本でではあの3社しかあのこう,こういった製法を使っていることはあの会社がないそうですまあね本当に実際履いてみてこれだけ5年間もうほぼ毎日履いてこれだけねソールが剥がれない靴っていうのもすごいなと思っています。 今ね、えー、ハイカットのモデルがもうあの在庫がなくなってますが、今思えばね、ハイカットをちょっと敬遠した部分があったので、あの今思えば買っておけばよかったと後悔してるんですけどね、もしね、またあの皆さんでね、えー、良い靴、えー、スライディングシューズとかね、人の靴を履きやすいとっていうのがあればね、ぜひ教えていただければと思います、えー。今回はね、ちょっとどちらかというと紹介というよりは皆さんにね、そういった靴あればね、 ドシドシコメント欄でね教えて頂けいいればななんて思っています、えー、今回ね、えー、ちょっと靴の話になってきたんですがまたね、えー、他の動画、えー、やらせていただきますのでね是非また時々覗きに来て頂ければと思いますそれではまたよろしくお願いししますいいなのラジオでした失礼します